今回紹介するのは「世界の辺境とハードボイルド室町時代」という本です。現代ソマリランドと室町日本は驚くほど似ていた人々の心の動きから包帯系までこんなにも似ている社会が時空を越えて存在したとは。 その驚きからノンフィクション作家と歴史家が世界の辺境と日本史を徹底比較、辺境を知れば、日本史の謎が、日本史を知れば、辺境の謎が解けてきた帯には、脳天にハンマー直撃、目からうろこぼろぼろとあり、しかも、ブックカバーは、あの、今をときめく山口画伯、こうなると、どうしても期待してしまうもので、今回は、 高野氏が経験したソマリランドの現状と歴史家が知る室町日本のかぶりすぎに注目しそのかぶりすぎから中世日本史の謎を語り明かそうというもの。読後思ったのはこんな本があったらあの無味乾燥な中世日本の歴史の授業も面白かっただろうなというもの。 へーと思わせてくれるのですが高野氏の本でこれだけの付属品がついてくると思うと期待がおのずと高まってしまうというものやはり高野氏には誰も行かないところへ行き誰もやらないことをやりそれを一人で面白おかしく書く方が似合っていると思います。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。